連合艦隊司令長官山本56太平洋戦争70年目の真実マイナスは2011年12月23日に公開された日本映画キャッチコピーは総員出撃それは平和への最後の戦いだった誰よりも海戦に反対した男がいた常在戦場半藤和都氏の監修による連合艦隊司令長官 山本五十六元水の実像を映画化したとする戦争映画文芸作品である監督はなるしまいずる主演は役所工事全国308スクリーンで公開され2011年12月24.25日の初日2日間で公衆1億5078万7300円動員12万4972人に達し 映画観客動員ランキングで初登場第2位となった。日本公開から半年以上が経過した2012年9月には第36回モントリオール世界映画祭に特別招待され25日と26日の2日間ワールドグレーツ部門で正式上映された。反動による監修のもと缶の食器に至るまで時代交渉については正確さに徹した。 他の山本を扱った作品では扱われなかった彼が水まんじゅうや汁粉が好物だったエピソードを挿入するなど個人的なパーソナリティや人間味を描き出す工夫がなされている。旧海軍省庁舎法務省旧本館撮影に際し、海軍省の庁舎は現存していないので外見が類似した現存する法務省旧本館がロケに使われた。 コミカライズ版が2011年11月16日総刊のグランドジャンプにて総刊号から第17号にかけて連載。監修、半藤和ーカズトシ、作画、坂木玄レム。2012年興行収入10億円以上、番組日本映画制作者連盟、ミッション、インポッシブルがクリスマスのランキングを静止部位に軽音は、公衆10億円突破。 シネマトゥデイ2011年12月27日、映画、連合艦隊司令長官山本56第36回、モントリオール世界映画祭ワールド、グレーツ、部門正式上映。シンネマターピックスオンライン。 http://www3.cinematopic.com s スラッシュアーカイブスラッシュ521292018年5月27日閲覧映画パンフレット掲載の吉田栄作のコメント佐賀新聞ホームページ西村雄一郎のシネマトーク2012年1月14日付ありがとうございます